はい、皆さんこんにちは、ゆうです。今回はディバインゲートのスクラッチを回したいと思います。前回 IS インフィニットストラトスとのコラボスクラッチを6回回しました。結果はね、見ていただいた方はわかると思うんですが、とても残念な結果に終わりました。なので今回リベンジしたいと思います。ただですね、リベンジと言っても今回は1回だけ回したいと思います。はい、見えますでしょうか。ちょっと上かな。はい、ちょっとずらすと、はい、次のコラボ、なんと現在テレビ2期放送中のニセ恋です。いやー、ディバインゲートさすがですね。次はニセ恋とのコラボ決定ということで、今やってる IS が4月24日10時59分午前中ですねまでコラボ実施中。そして次のですねコラボが4月24日11時からということで、 IS と入れ替わりでニセ恋のコラボが始まるということで、まだね、何が星5とか決まってないんですが、まあね、チトゲはおそらく星5でしょう。ちょっと見切れちゃってるね。はい、あとつぐみとかマリカも、います。まだね、そうなんですよ、発表されてないので、何がね星5になるか楽しみです。というわけでニセ恋のコラボが始まるということで、そちらにね、ガチャを回したいので、 IS のコラボラストチャンスは1回ということにさせてもらいます。でですね、6回動画としてね撮った後に、実は2回ガチャ引いてまして、なんと2回ですよ、2回引いたんですが、その2回で星5を2体出しました。これはね、自分で拍手したいと思います。いやー、びっくりしましたね。最初引いた時に星5が出て、その後続けて引いたらまた星5を当てました。ちょっとね、自分でも驚きました。ただ出たのが、はい、まずね星5、もう進化させて星6になってるんですが、放棄ですね。かっこいい。そうそう、ゲットしたやつはみんな、進化させました。 IS 装着状態ですね。でもう一人星5、はい、ラウラもね当てました。僕の欲しいシャルだけが、まあ、当てられないという状況になってるんですが、まあそういうもんなんですかね。でもホウキもラウラもかっこいいですよね。他のメンバーもちゃんとね進化させて IS を装着してる状態になってます。イチカもねいますよ。イチカもどこだっけ。はいはい、イチカもねちゃんと進化させました。本当かぶりすぎですからね、イチカ。はい、これで最後かな。はい、というわけでみんな進化しました。さあスクラッチいきましょう。チップが12枚あるので一応2回は回せるんですがね、さっきも言った通りニセ恋の方に、回したいと思うので、ラストチャンス IS 4月24日までですが、今日4月22日かな、今日で、スクラッチは最後にしたいと思います。それでは1回勝負いきましょう。めくる、はい、5チップ使います。またねこれ悩んじゃうんですけど、もう行きましょう。ここ右の一番下行きたいと思います。せーの、ドン。あ、誰、うわー、イチカダブりやすいのかな。最後の最後、ラストチャンスはイチカでした。はい、というわけで今回はディバインゲートの IS インフィニットストラトスとのコラボスクラッチラストチャンス1回勝負でございました。なぜか僕イチカに好かれてますね。他の星4でもいいのでヒロインが出るかなと思ったんですが、残念ながら出ませんでした。ただ動画としては撮ってませんでしたが、ラウラとかホウキとか星5 2体当てられたのはとても嬉しいと思います。ニセ恋のコラボは絶対回したいと思いますので、それまでにまたチップ貯めておきたいと思います。それでは次のニセ恋コラボでお会いしましょう。